ろそろそろそろ、はい、カウントダウンないんで、おいカウントダウン自分でカウントダウンしてカウントダウン自分で、はい、もういいってことですか、これすごいね、すごいね、パソコン壊れちゃったもん、ね、あ、なるほど、そうなんですよ、なるほど、いろいろ大変なんです、大変大変、どうぞ、5 4 3 2 1皆さんこんばんは、こんばんは。はい、この時間帯はヒソビーのトルベールミュージックお送りいたします、よろしくお願いします。久々の生の人間、生のゲスト、あ、オンラインだったんだ、そうオンラインだったの、ということで今日は、静岡市民バンドコンセールリベルテの、トロンボーン山田真帆さんに来ていただきました。こんばんは、よろしくお願いします。1年ぶりなんだよね。そう1年ぶりなんだよね。1年ぶり、そうなんですよ。今日も演奏会の告知をしに来てもらったわけですが、分かってますよね、はい、そうなんだよ。予習してないわ。予習してない。だってこの間練習いなかったじゃん。うん、いなかった。だから予習してって言われてないから、うん、知らないよ。うん、やろう。行く。行くんだ。行く、行きまーす。手拍子。あ、俺なんだっけ？何言うんだっけ？え？まあいいや。あなたの名前は山田真帆、楽器は主にトロンボーン、それで間違いないですか？はい、私の名前は山田真帆です。トロンボーン一筋うん十年、頑張って続けてるトロンボーン奏者です。おう、予習したでしょ。予習してない。してないよ。嘘だ、絶対してない、してない。何月生まれのどこ出身、ついでに愛称も言ってみな。10月生まれの天秤座、静岡市生まれの静岡育ち。愛称は？愛称？真帆さんって呼ばれてます。おお、尺もぴったりや。で、最後いくよ。今日は2回目の告知、意気込みを教えてください。お客さんたくさん来てほしいから、おいっぱい宣伝しまくりますよ。イエーイ、頑張ったぞ。うまいやん。うまいやん。うまいやん。頑張った。すんごい。やったね。やったね。うまいよ、うまいよ、うまいよ。ということで、うん、もう今週ですよね。今度だよ。はい、今週なんですよ。今度なんですよ。今度なんですよ。はいはい、チラシ、はい、あとで大きいの見せてもらう。そうですね、うん、これあの静岡市民バンドコンセールリベルテ、もう第69回なんですね。そう、69回の定期演奏会が、今週日曜日、はい、開演14時30分から、うん、はい、あります、あります。今回の目玉といえば、目玉はですね、まあ、もちあのゲストプレイヤーがあの、はい、清水区出身の杉浦邦弘さんなんですけど、打楽器奏者であり、はい、作曲家、編曲家、はい、ヒサビーの大先輩ですよね。そうなんですよ、ね、私もあの何度かご一緒させていただいたんですけど、初めてあのお会いしたっていうか、この人の存在を知ったのが楽譜なんですよね、うん。楽譜で編曲って書いてあったの、そうですよ、ね、が、初めての、あ、はい、あこういう方がいらっしゃるんだっていうふうに思って、うん、オーケストラで吹いてたら、あれ杉浦さん、はっっていうような、この人、この方っていうふうな感じだったんですよね。はい、あの面白いあのお父さんです。面白い方なんです。面白いお父さん、本当はね、はい、あの面白いお父さんですし、楽曲の内容も結構愉快なものも多く、そうですよね、なんかあの作曲家からすると、え、そこそういう音を使うとかあるでしょ、うんうんうん、ある。今回ね、演奏させていただく曲の中に杉浦さんの作品もありまして、で私ちょっとね、この間ちょっとお話しして、はい、なんであの
ちょっと学校、はい、音楽なんで、はい、なんでモールの曲なのに最後ドゥアで終わるんですかって言ったらっていう話をした、日本で単調の曲の、ちょっとあの暗い響きがする、そう単調の曲なんですけど、うん、一番最後だけ蝶々っていう明るい響きので終わる、うん曲がなんですね、うんうんうん、あのティンパニーと吹奏楽のための小競争曲っていうのが、はいはい、でこれってなんかあるんですか、うん、明るく終わったらいいじゃん明るくパーって終わりたいじゃんっていうお話だったんですね。そう結構まあお人柄がすごい陽気なので、そう雰囲気とかそういうのがもろに楽曲には出てらっしゃるんですよね、うん、ただやっぱ音楽がすごい、ね、緻密に作られてるんですね、うん、はい、はい、かぐや姫の曲作った人ですよね、かぐや姫、かぐや姫、あ、藤井一が演奏したやつかな、 それあ、はいはいはい、そうです、そうだよね、はい、あ、わかりました、はい、はい、おーすごい、もうご存知で、そうご存知で、そうこのね杉浦さんなんですけど、はい、来年度の吹奏楽コンクールの課題曲の、朝日新聞社賞を 、はい、取られた方で、要はその課題曲のコンクールで1位取った方です、そう1位を取ったのね、なかなかすごいんですよ、そう素晴らしい方なんですけどね面白い方なんでけどってけどで止めちゃったけど面白い方なんでどうしたらいいんだろうって思っちゃうねそうその方が今回作品を2曲と、あとティンパニーも、そうティンパニーの奏者でありで、はい、2部のポップスステージではドラムセットを担当していただくことになってます、はい、ということですごい私も行くたび行くたび結構発見がある練習で、うんうん、はい、毎回あこうやって吹くのかこうやって吹くのかっていうのをメモを欠かさず取ってるんであるんですけど、ね、なんせまだね、ちょっと練習期間が限られてるので一回一回集中をしてやってるんですけど、コンセールさんは今この曲どれくらい練習を、ね、どのくらいなんだろう、やってらっしゃるんですかね、結構長いって言ってもそうさ、6月ぐらいには楽譜配り終わってたと思うので、はいはいはい、うん、まあ、4ヶ月くらい、そうですよね、合奏としては4ヶ月ぐらいかもしれないですね、うんうんうん、お付き合いで、はい、なるほど、うん、はい、で今回その他にも、うん、トゥーランドット、トゥーランドット、はい、死ぬねもう頭がね処刑されるぞって言われるっていうシーンの、ね、曲から始まるんですけど、はい、本当に私たち演奏者側が処刑されそうです、はい、皆さんこのトゥーランドットはね記憶もう新しくないのか、荒川静香、トリノオリンピックだから何年前、はい、の時のイナバウアーの曲が、あれ2004年ですよね、はい、あ、そうなんだ、じゃあ新しくないなさっきの子たち生まれて間もない頃だよ多分、1990何年とかだったと思った、あ、そう、はい、じゃああんまり記憶ない、 まだ10歳になってない、あ、記憶ないしょ、あんまり、あーって言っちゃった記憶ないでしょうね、そうでもね、馴染みのあるメロディーが ねすごいある曲なので、うん、これもすごい私が大変ちょっと大変なんですけど、そう今回ね、こうね、オーボエ以外にもコールアングレという、はい、イングリッシュホルン、はい、ここにも持ってきたことはあったんですけど、うん、ちょっと長いやつです、ね、それも吹いてもらうことに、はい、最初ねちょっと無茶振りしたんだよね練習でねびっくりして、私たちトロンボー奏者は一番後ろなんで、こう後ろから見て、あ、なんか無茶振りされてるなと思いながら見ててそうなんです、そう、何、何泊で持ち帰ろ、2泊で持ち帰る、うん、あれ絶対リード首に刺さったら違う意味で処刑だよねって、そうなんですよ処刑だよ、まあ、そういうこともありつつやってはいたんですけど、まあそれはね、解決したんでね、そう解決はしたので、本番どんな演奏が飛び出てくるかって、まあいい演奏はお約束いたしますので、ハードル上げたね、任せてください、よし、観客動員これで増えるね、ありがとうございます、ありがとうございます、ヤジTVご覧の皆様ありがとうございます
ウグイス嬢だったんですよね。そう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 、この間までウグイス嬢だったんで本物の、はい、当選しました。もちろん無敗ですから。無敗メガメガですね。メガメじゃないよ、メガミ。はい、じゃあこんな感じでちょっとウグイス嬢バージョンでちょっとコンセールちょっと、はい、あのやると宣伝をどうなる、どれありますか、ウグイス嬢バージョン、はい、ヤイズ TV をご覧の皆様、今週日曜日11月7日13時30分開場、14時30分開演で静岡市民バンドコンセールリベルテ第69回定期演奏会開催いたします。こんな感じでいいですか。おー皆様お誘い合わせの上足をお運びくださいませ。なんかもっと聞きたい、もっと聞きたい、うん、もっともっと喋って、え、何何、ちょっと何、ひさびの名前入れた方がいいの。そうそうそう、もっと喋って。新進気鋭の作曲家であり大声奏者であります山下久之が出演いたしますこんなバカなことやっていいのかな。いいと思う。ごめんなさいなんで謝んの。ごめんなさい、全部法務大臣なんで、なんで、なんで謝ったこんなバカなウグイスを使ってくれてありがとうございますだから無敗守れたのかもしれないけど、そう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 、そういうのも必要ですからね。まあ、ということで、はい、これにちなんで今日はそう、何ちょっとね、あのゲームをしたいと思って、はい、ゲームをし、真帆さんとゲーム、ゲームをしたいと思って、はい、ね、まあ最初は、はい、ね、うん、私たち何を勉強してきたかっていうと、音楽ですね、ですよね、はい、ですよね、あ、やばいな、やばいな、ですよね、音楽勉強してきましたよね。だけど卒業してヒサピーよりだいぶ長いのよ。だいぶ長いの。そんな、そんな予防線張らないでください。予防線張るさ。予防線張らないでくださいよ、うん、ね、ね、音楽勉強してきましたよね。ということで、はい、あのまず最初、はい、あの古今東西、うん、楽器の名前、うわお、楽器の名前楽器の名前、うん、ね、はい、あのでルールを設けます、はい、あの音楽流れますので、うん、楽器楽器が、次楽器、うん、楽器って2回言ったら、うんうんうん、楽器の名前、うん、楽器トロンボーンで次みたいな感じでいきますから、はいはいはい、そんな感じでいいですか、okay. ということで今トロンボーン言ったので出しですね、okay. はい、もちろんうちの番組といえばこのメロディーに合わせてこれですか、いきたいと思います。はい、ということで、どっちからいく、え、高校で、高校がいい、はい、ここがいい、うん、じゃあ先行で、うん、そうです、そうで す, そうです、はい、行きますよ、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、楽器、楽器、オーボエ、はい、楽器、楽器、オーボエだもーれ楽器、楽器、イングリッシュホルン楽器、楽器、フルート楽器、楽器、トランペット楽器、楽器、コルネット楽器、楽器、フリューゲルホルン楽器、楽器、フレンチホルン、お、楽器、楽器、バスオーボエ楽器、楽器、ファーゴット楽器、楽器、アルトサックス楽器、楽器、ソプラノサックス、おう、楽器、楽器、あー、わかんないよっしゃー早いな、切れる、だってさ、今サックス行ったんだからサックスでドドドンといけたんじゃん。なんかあの無茶ぶりし、振る、なんか断ち切ろうと思って、うん、あれあれを言おうと思ってたのか、うん、ど忘れた嘘よっしゃ、高校にしたのが正解だったな、嘘、間違い、うん、え、見てる人は音楽関係ない人は多分半分も分かんない、半分も分かんないカスタネットとかダメ、カスタネットもちろん OK ですよでもね今ね管楽器から攻めて攻めてっていう感じだったな、弦楽器行けばよかったなっていうようなね、そう、攻撃してたんですよ。だけど、徐々に相手のテリトリーをね、蝕もうとしてた。
そうだから高校にしたんですよ。弦楽器出てこない。バイオリン出しゃよかったなっていうふうに、ん、そう反省反省。はい、次いきます。反省だけならね、猿でもできるね。さあ、うそうそ、これ、はい、打ち合わせないからね、この企画。企画があるからしか、うん、さっきさっきさっき毎回で何だろうと思ったら、毎回そうか、そうだから毎回、ね、大丈夫。はい、次は、うん、古今東西じゃないです。じゃないよね。はい、はい、ここの楽団の名前は静岡市民バンドコンセールリベルテ。はい、ということで、うん、コンセールをお題に使って、うん、コンセール、コンセール、ルのつくワードを言ってもらいます。うわ、ルのつくワード、ル、何でもいいです。コンセール、コンセール、コンセールなんとかなんとかっていう風にいきたいと思います。オッケー、オッケー。じゃあ先行どうぞ。もう先行どうぞ。あ、うん、先行どうぞ。先行じゃんけんぽい。あ、負けた。先行どうぞ。はい、はい、行きますよ。まだですよ。ワンフレーズ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、あ、でも、もう一回いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。コンセール、コンセール、コンセール、ルイ・ヴィトン。お、コンセール、コンセール、コンセール、ルビー。コンセール、コンセール、ルス、うあ、電話。あ、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 もう、はぁ、一緒いっぱい。ご自分入れてなかった。そう、コンセーをルルルルルルルってなっちゃった。あ、ごめんなさい。もう一緒いっぱい。ルル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 ル。はい、うぐいす嬢が滑舌悪いな。ごめんなさい。それ夜明けのスキャット。で、コンセール、リベルテ、リベルテでいきますよ。はい、て、て、て。眼力すごい強い。眼力、はい、眼力強い、眼力強い。はい、て、て、はい、ミッキーマウスのポーズ、ミッキーマウスのポーズ。て、すごい悩んでる、すごい悩んでる。今ね、2、3個思い浮かばないんだよ。はい、いきますよ。はい、え、私先行。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、よっしゃ、嘘、高校いきます。あー、なんだろう。テル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 、ワン、ツー、スリー、フォー。リベルテ、リベルテ、リベルテ、ちょー、リベルテ、リベルテ、リベル手袋、リベルテ、リベルテ、リベルテルミン、リベルテ、リベルテ、リベルテンション、リベルテ、リベルテ、リベル転換、リベルテ、リベル転勤、リベルテ、リベルテ、リベル転校、リベルテ、リベルテ、リベル転校、リベルテ、リベルテ、言うとわかんねえ。よっしゃ、あ、テレビ、そうだ、テレビがあったじゃん。ねえ。天ぷらとかね。おお。天丼。天で来るからさ、天で攻めるのかなと思ったら意外と攻めない。いや、天しか思い浮かばなかった。天使とか。あ、青木さんちょっとやってみる？いいです、ね。ここに来ると上がるって分かる。そうそうそう、分かんなくなる。分かんなくなる。あとね、このね、照明でね、本当に真っ白になる。テストね、テスト市民が分かっちゃうから。そう、いろいろ分かっちゃうから。やめといて。ということで、最後、最後のお題です。はい。どこに本拠地がありますか？静岡。ということで、お題は静岡。か。か。か。最初はグー。じゃんけんぽい。勝った。ここで運を使い、もうナチュラルに下打ちをしてしまった今。あ、
あーもうなんか言われる、だから言うて、まあ行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。静岡、静岡、静岡もめ。静岡、静岡、静岡もめ。静岡、静岡、静岡介護。静岡、静岡、静岡看護。静岡、静岡、静岡介護。静岡、静岡、静岡医者。静岡、静岡、静岡町。静岡、静岡、静岡港。静岡、静岡、静岡ラス。静岡、静岡、静岡空。静岡、静岡、静岡東。静岡、静岡、静岡西。静岡、静岡、静岡。わかんねえ。漢字、漢字ね。はい。感謝。勝てたことに感謝いたします。ありがとうございます。勝利の女神です。ひさぴー頑張れ。本当にあれね、君の番組を。そうよ。そうよ。でもね、あのあのね、難しいの分かる。分かるよ。あのね、ここから下ね、めっちゃ今ね、うん、びちょびちょ。分かる分かる。そういう感じで、はい、あのあと5分になりました。あと5分だからポスター出してほしいんですよ。ポスター出してほしい。すいま、いいですか、はい、ちょっと、はい、ポスターをね、はい、出してほしい、はいね、はい、これね、ひさぴちゃんと、はい、あ、そう、さっきね、マークをしてもらったんですよ。これ見えるかな、ね、はい、これあの貼っといてもらえばいいよね、どっかにね、貼っていただけますか。これね、ちょっとね、今ね、付箋でね、こう矢印書いといたんだけどね、去年、これ去年の演奏会の写真なんですよ、はい、ね、ピザピーがここにいるよっていうのをちょっとね、はい、メモっときましたんで、はいはい、います、いました。一番前、そう、一番前に、一番前に降りました、はいはい、去年はあの憧れの演奏家とそう、はい、あの去年はね、あのすあのサックス奏者の菅信也さんと共演をいたしまして、はいはい、30運年ぶりにコンセールにやってきたという、はい、で、はい、今年はあの 毎回 お世話になってる杉原先生なんですけど、はいはい、今回はもうゲストとして盛り上げていただきます、はい、ということで、あの、はい、コロナ明けて、そう、明けてって言っちゃいいんですかね、ね、あの、はい、今ねこう収束になんとなく向かってますけど、だいぶ落ち着いてきた頃の、ね、はい、盛大な、吹奏楽、はい、コンセールリベルテ、第69回定期演奏会、ぜひねお近くの方は、来ていただければと思います。一般が、はい、一般1000円で、はい、小学生以下が無料ですけど整理券が必要になります、はい、またね今年もコロナ対策でチケットの裏に連絡先をまた書いていただくことになりますが、はい、で今年もね、おお、プレゼント企画、おあるよ、あるよ、なんと10組20名様、おお、10組20名様、またや許可を取ってきたんで、一応許可をいただいた、ありがとうございます。ということで、ということで10組20名様、あの当日券売り場で、はい、ね、この番組を見たと言っていただければ、はい、やいつテレビを見たと言っていただければ本当にいいの、うんうん、そう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 、あの聞けるみたいなので、ぜひあのやいつテレビを見た、もしくはひさぴーのトルベールミュージック見たよっていうふうに受付で言っていただければ聞けちゃうということなので、そうです、ありがたい企画でしょ、はい、ありがたき幸せ、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、もう、ね、ということで、お客様にたくさん来ていただきたいので、はい、皆さんね、あのお近くの方、遠くてもね、ご都合のつく方、ぜひあの来ていただければと思います。はい、はい、ということで、何か言い残したことはありますか。言い残したこと、言い残したことは、ひさぴー頑張れ、私も頑張るから。はい、うん、あのいろいろソロいっぱいあるので、そうなんだよね、はい、ごめんね、そんなことない、毎年無茶ぶりになる、ね、そんなことないです、あのオーボエはソロに生きるが気なので、そうですね。
はい、はい、なのでトゥーランドットは召されると、はい、召されます、召されます召されますということで、ね、何をやろうとしたんだっけ、これでしょこれでしょ、これですよ、はい、これですよ、はいはい、静岡市民バンドコンセールリベルテ、ぜひ69回皆さん定期演奏会ですから、はい、ね、来ていただければと思います、はい、はい、ヒサピを見れるからね漏れなくヒサピ1番前、ね、今回2番目どっちだ、オーボエは人口が少ないんですよ、そうそう、やれる人と楽器を持ってる人が極端に少ない楽器なのでね、高い高い難しい、し、うん、うん、リードが大変だよね、そんなことないちょっとちょっと最後なんかいい、なんかすっきりしねなんかすっきりしないからね、あの最後モノマネするから許して、誰のモノマネをするの、あのじゃあ、あの政治上のモノマネ、あの政治が終わったということで、うん、あの政権なんだっけ、選挙が終わったということで、田中真紀子さんのモノマネ、お、この国にはですね、構造改革が必要なんですよ。ね、八重洲テレビを変えたい、私の願いでございます。ぜひ田中真紀子に一票お願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、受からないなこの人。私この人のウイスだったら引き受けない。もう正解引退してますよね、はい、なので、ね、なので今日は、うん、ウグイス嬢兼トロンボーン奏者の山田真帆さんにお越しいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでヒサピーのトルベールミュージック、はい、以上で終わりです、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。